和洋折衷コーディネーターカイリです。皆様お帰りなさいませ。はい、ということでね、去年の今頃にも卒業式関連の話でね、一本動画撮らせていただいてたんですけれども、今年もね、ちょっと卒業式と、まあ、和洋折衷コーデとか袴とかの話をね、一つしていこうかなと思っております。はい、というわけでね、もう大学の卒業式に袴を着ていくのは一般的かと思うんですけれども、あの、まあ、その卒業式に和洋折衷コーデで行くのはありなのかとか、あとは小学校でも今袴で卒業式に行くっていうのが増えてるんですけれども、まあ、その賛否両論の話であったりとか、まあ、よく質問最近いただきますので、その辺の話を今日はしていこうかなと思っております。それでは早速レッツゴー、帰りチャンネル。はい、ということでね、早速本題に入っていくわけなんですけれども、まあ、そもそも袴がその正式な式典とかに着ていくような服装なのかどうかっていうところがね、まず取り上げられるポイントなんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、袴って実はこう正式な位置づけって実は決まっていなくって、っていうのが、まあまあ、ちゃんとした正装っていうのは女性だったら、まあ、色止めとか留め袖とかね、まあ、そういうのがあったりとか、あとは未婚の女性であったら振袖っていうのが、まあ、正装であるっていう風にされてます。で、その中に袴っていうのは入ってないんですよね。で、準礼装って言われるところに入っても袴って入ってないんですよ。ただ袴って日常着じゃないじゃないですか。なので、まあ、そういう大学とかのそういう式典に着ていくっていうこともありますし、また男性とかだったら紋付き袴みたいな感じで、まあ、結婚式の場に、あの、女性の横に新郎さんは並んで座っているっていうこともあったりはしますし、まあ、男性だったら一応そういうのが正装って言われる場もあるかもなんですけれども、女性の場合は多分正式な見解っていうのは定められていません。で、ただ、弓道とかでも、袴って着てるじゃないですか。で、あれは正式な、その、競技をするための衣装っていう風に定まっているので、あれは正式な、あの場においては正式なものになるかと思います。まあ、なので、公式な見解はないっていうことがまず大前提として、まあ、喋っていきましょう。ということで、まあ、小学校の卒業式に袴を着ていく事例っていうのが、まあ、最近増えているっていう話にちょっとなっていくんですけれども、そもそも、その袴を着ていくのが禁止されてるっていうこともあるんですよね。で、なんで禁止されてるかっていうと、小学生のお子様なので、お手洗いに行きにくいであったりとか、まあ、着崩れの問題があったりとか、あとはこう、これはね、帯締めてないんだけど、ちゃんとした袴って帯を巻くんですよ。で、そうなった時に帯の締め付けで気持ち悪くなる。で、あったりとか、あとはまあ、ちょっと格差の問題。まあ、着れる子もいれば着れない子もいるってなった時に、そういう格差が出るのはダメだよっていうことで禁止されてるっていうのもあったりするんですよね。で、まあまあ、この話聞いてても、まあ、卒業式に袴を着るっていう感覚が、まあ、最近の人だったらあるけど、昔の人だったらないかと思うのと、あとはまあ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 、制服がある小学校だったら、もう制服で行くのが当たり前だったりとか、あとは制服はないけど、中学校の制服を着て卒業式に行くっていう地域もあるらしいんですよね。私はちょっとこの感覚は初めてだったんでびっくりしたんだけど、制服がないくて、服装自由な人だったら、まあちょっと綺麗めな服、まあ、入学式とかにも使えそうな服みたいなね、そういうので行くっていう人が多いっていう感じで、まあ大体ツイッターのアンケート100人ぐらい投票いただいたんですけれども、そこの中では 50% ぐらいが綺麗めな私服。で、25% ぐらいが小学校の制服。で、15% が中学校の制服。で、10% ぐらいが袴っていう結果になってます。で、ただ、その袴を着ていきたいなと思っている人が、最近まあ小学校の卒業式で増えてるんですけれども、ただ学校側から禁止されてるっていうのもあって、大体これもインスタグラム100人ぐらいにアンケート取った中では25% ぐらいがなんか禁止されてるっていうらしいです。まあ、ちょっとこのアンケートに関しては年齢層が、まあ、自分の時の時代の話をしてるのか、お子さんの時代の話をしてるのかちょっとわからないので、正式な数字か分かんないんだけど、少なくとも 25% はそういうところが今現在あるみたいな感じなんですよね。っていう中で、まあ、最近
近あのインスタの方を見てくださってるフォロワーさんからご相談を受けまして、ま小学校の6年生のお母様だったんですけれども、まうちの学校は袴が禁止されております、禁止されましたかな。でもともと自分の娘ちゃんが袴を着るっていうのをずっとすごく楽しみにしてきた中で、まそういう風になってしまったということで、まあコロナ禍っていうのでいろいろこう我慢をさせてて、でそういうのを耐えてねこの1年頑張ってきてたんだけど、まあ最後の最後の小学校の幕切りがそれだとすごく寂しいなと、すごく意気消沈してるからなんとかしてあげたいなっていうお母様からの声だったんですけれども、なのでこういう和洋折衷のコーデだったら袴じゃないからいいんじゃないでしょうか、どうなんでしょうかっていう質問をねいただいてたわけなんですよ。でこれ極端な解釈をしてしまえばスカートだから袴じゃないが OK なんですよね。うん。でただなんでこれね禁止、袴が禁止されてるかっていう問題に戻るんだけど、まあお手洗いの問題とか、まあ締め付けの問題とか、まあ着崩れの問題とかっていうのがあるので、まあ禁止をしてるわけですよ。なんでまあ私も保育所の方には行かせていただいてて、卒園式の撮影もたくさんさせていただいてるので、先生方がどれぐらい当日バタ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 したこの秒刻みまで行くか分かんないけど、分刻みで本当なってるスケジュールの中でバタバタしながらお子さんたちの卒業式卒園式がちゃんと成り立つようにっていう思いで、そういうところでやっぱり先生、他人の先生一人しかいないのに着崩れたりとかして、そこに手が取られて卒業式卒園式が開始が遅れてしまうみたいなことになってただ困るわけですよ。だからそういうのをもって先生たちもまあまあ禁止にしてるっていうところがあるんで、その気持ちはちょっと汲んでもらいたいなっていうのがあるんですけれども、その上でまあこういう服装をどうなんだろうって言ってきたお母様、まあそのお母様はお子様のことを考えてすごい聞いてきてくださったので、私もやっぱりそういうお手洗いの問題とかがあるので、まあちょっと工夫してもらわないと難しいんじゃないかなっていう話をさせていただいて、っていうのがまあ私のこの着付けの動画見てくださったらわかるかと思うんですけど、これ切ったり縫ったり一切してなくって長着のまんまなんですよ、長いの。うん。ってなるとやっぱり着崩れることあるんですよね。私も昔一回着崩れて、外で着崩れてめっちゃ痛い目にあったことがあるので、この話はまたしたいんだけど、ね、ほんと外もうねお手洗いとかないとこで着崩れて、もうね着崩れたとここを持ちながらね頑張って歩いた記憶があるので、っていうぐらい着崩れるときは着崩れる。うん。そうなったときに、まあ大人だったらなんとか様子を見て、あーちょっとお手洗いにとか言ってさ、お手洗いに行って自分でギャーって直せばしまいだけど、お子さんそういうわけにはいかないので、なのでまあ羽織だったらそんな長くない羽織にしてもらった方がいいか、それか長襟の柄が気に入るんだったら長襟買ってきてもらって、お母様が切ってまあほつれないようにしてもらったら、お手洗いとかも行きやすいから、そういうので対応してもらった方がいいんじゃないかなっていう話をまあさせていただいたっていう感じなんですよね。先生とか他の保護者の方とか他のお子さんとかにご迷惑をかけないのであれば、お子さんが着たいっていうのであればやっていただいたらいいんじゃないかなっていうふうに私は思ってます。っていうのも卒業式っていうのが誰のための卒業式っていうのを考えてほしくって、お子さんのための卒業式なんですよね。ツイッターの方でもご意見としてコメントで入れてくださった方がいたんですけれども、最近親のエゴっていうかこう見せつけ合いみたいな、なんだみたいな感じになってるんじゃないかなっていうご意見もねいただいているんですよ。でぶっちゃけそういうのもあったりするんじゃないかなと思うんですけれども、まあとりあえずお子さんのための卒業式だっていうところを一番に考えていただいて、でお子さんが着たいっていう中でちゃんとそうお手洗いの問題とかを考えて、他の人に迷惑をかけないっていうことをちゃんとしていただけるのであれば、こういう服装で臨んでいただくのは全然ありなんじゃないかなっていうふうに私は思ってます。でその上で何か言ってくる人がいたとしても、それは家庭の自由なので、ちゃんとこういうことを考えていて、お子さんのために私はやってますって、お子さんのためなんですって言ってあげられるのであれば、それが一番なのでやってもらったらいいと私は思っています。でこのお母様に関しては、この卒業式に入
場した時に一瞬ざわついたらしいんですよ。袴禁止なのにって言って、ただまあ袴じゃないんで大丈夫だったんだけど、校長先生もねいい感じに言ってくれてたらしくって、まあ新しい素敵な時代が来たねって、和洋折衷は卒業式の規定に違反してなくって自分を表現する素敵な校でだねっていう風にね言ってくださって、で周りのお母様方も、あこういう感じでできるんだったら自分の娘ちゃんにも着せてあげたかったなっていう風にね言ってくださってたっていうことで、いい感じに収まったからね大丈夫なんですけれども、卒業式っていう祝いの場なので、他の人の迷惑にならないっていうことを一番に考えていただいて、でお子様のためだっていうことをしっかり考えていただけたらいいんじゃないかなっていうふうに思っております。はい。でその上で大学の卒業式に和洋折衷コーデをしていくのはありなのかなしなのかっていう話なんですけれども、大学の雰囲気に合ってれば OK かなと思います。卒業式の雰囲気になので、まあデザイン学校とかの卒業式だったらむしろ自分の個性をアピールしないといけないから、多分こういう服装とか自由な服装の人が多いかと思うんですよ。それとか OK だと思いますし、まあ大学の卒業式もなんだろう、お祭りムードでいい感じに賑やかにみたいなところだったら多分全然いいと思いますよ。ちょっと他の卒業式が全然わかんないので何とも言えないんですけれども、 TPO をわきまえて自己責任で、でやっぱり自分のためだからね、卒業式自分が楽しんで自分を出してねできるような感じ、人の迷惑にはならないっていうのが大前提ですけれども、それであれば全然こういう服装で行っていただいても私はいいんではないかなと思っております。ただですね、そういう卒業式に親が参加する場合のこういう服装はやめた方がいいんじゃないかなっていうのは、まあ、ちょっと思っていたりします。お母様方の卒業式ではないので、お母様方 TPO をわきまえたきちんとした服装で行ってもらうっていうのがお子ちゃんのためなんじゃないかなっていうふうに思っております。かえりチャンネル、はい、そんな感じでね今日は喋ってまいりましたね。多分この話賛否両論あるかなと思うので、まあ自分の意見はこういう感じだよっていうのがあればぜひ教えてもらえたらなと思います。はい、この動画良かったよっていう人はグッドボタン、高評価ですね、そしてチャンネル登録、インスタグラムのフォロー等々よろしくお願いいたします。それではまたね、バイバーイ。